皆さんこんにちは。長尾高校生徒会副会長の高橋です。私は今長尾高校の屋上に来ています。ご覧の通り、長尾高校は丘の上にあり、自然豊かな学校です。今日は少しだけ長尾高校の紹介をします。長尾高校は今、新たな取り組みとして学校公式 YouTube、Instagram、Twitter、Facebook などを通して長尾高校の今を配信しています。それらの活動が広がり、先日の体育祭では関西テレビの報道ランナーさんに取材をしてもらいました。長尾高校は部活動も活発で、どの部活も頑張っています。部活動の種類も多く、きっとあなたに合った部活動が見つかります。進路指導にも力を入れています。2学年から人文ステップアップコースを設置し、自らの進路実現に向けて全力で取り組める環境を整えています。そんな長尾高校、10月31日土曜日に第1回オープンキャンパスを実施します。ぜひ遊びに来てください。